皆さんこんにちは、こんばんは、おとまたです。いかがお過ごしですか？私は元気です、イエーイ。ということで、私はですね、毎日いろんなカフェに行って動画編集作業をしたりしております。まあね、仕事してるふりっちゃ仕事してるふりっていうかね、でもね、集中できるんですよね、カフェだとね。はい、ということで、今日はカフェ動画ではなくてですね、ファッション動画でございます。私のチャンネルでは、アラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしております。時々お出かけ動画も上げておりますので、もし気に入っていただけましたらは高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はカーゴパンツをご紹介していきたいと思っております。先日、ルーフテラスがあるタリーズコーヒーにモーニングを食べに来ました。この日に着用しているカーゴパンツ、そしてバッグですね、これをね、皆さんにご紹介したいと思います。後ほどカーゴパンツの着回しコーデをいくつかご覧いただきますので、最後まで見ていただければ嬉しいです。そしてね、このショルダーバッグ可愛いでしょ、キルティングのね、財布機能があるんですよね。そしてこの日に着用しているこのカーゴパンツをこの後詳しく説明していきます。ちょっと禁断の小麦粉、モーニング、ちょっとね、散歩をサボってモーニングに来てるっていう、そういうことなんですね。今日は届いたばっかりの、ツイルカーゴパンツ、これを皆さんにちょっと履いてるところをお見せしようと思ってですね。 H&M 短足に見えるかもしれない。かなりね、いつもの38っていうサイズ、だと腰履きになりますね。でも腰履きが逆にかっこいいかなと思って、サイズ交換しません。これかなり大きいです。あとね、面白いのがこちらね、ポケットが本当にこういうふうについていて、で、一番下のポケットに至ってはね、チャックがついてるんですね。色がいいなと思ったのと、ポケットがね、実際に私いろいろと撮影するのに使う小さいカメラとかもポケットに入れられるんじゃないかっていうことでね。財布を忘れて愉快なサザエさん状態だったでしょ、この前カフェでね。それをね、防ぐためにね、このこちらゲットいたしました。今日もこれをね、これをするともうね、お財布、はい、お財布代わりですね。これお財布代わりっていうのはどうしたかっていうと、中がですね、すごい充実してるんですよ。こういうふうにね、今携帯しか入れてないんですけど、カードが8枚入ります。そしてチャックもあります。ここにね、この中に大事なものを、あるいはお札とか小銭を入れています。で、今タリーズのレシートをここに入れていますね。これはね、サイトでも綺麗に分かるように詳細が書かれています。そしてまだここにもポケットがあるんですよね。だからハンカチも入るし、そして携帯も入るし、そしてさっきのインスタ365もね、携帯と一緒に入ります。まだね、隙間がありますね。ということで、これが一つあれば、荷物が少ない方だったらね、これだけで買い物とか行けますね。小さいエコバッグもこの中に入るので、買い物にも便利ですよね。ハンドバッグをね、使ってるとこ見せたいと思って。これはオルネラっていうブランド、公式サイトがね、3月1日にオープンしたばっかりなんですね。で、オープン記念で2割引きのクーポンが出てますので、この機会にですね、2割引きで皆さんお安く、この上質なレザー、そして機能的なバッグをですね、試していただきたいなと思って、こう使ってるところをね、お見せしたいなと思います。着回しコーデ1、モダールブレンドリブトップス S サイズ着用しています。 H&M です。ストレートカーゴパンツ、こちら今回の着回しコーデの主役です。こちら5999円ということでね、カーゴパンツは割と人気ですから、7900円台が結構メインの、価格帯かなっていうふうに思っております。ザラとかですね。で、これはちょっとそれよりか安いかなと思ってね、買ってみました。ウエスト1、それよりか下がっています。いつも38サイズでちょうどいいんですけれども、腰履きになって
ております。ちょっとねウエストの位置が分かりやすいかなと思ってくねくね踊っております。はい、普段より多めに踊っております。おばさんやめてはい、まあウエストの位置がね分かるかと思います。ちょっとね腰ばきになってます。腰ばきするときはねやっぱりウエストがくびれてるとかっこいいですよね。いまいちいまいちもうちょっとですね。はい、ジャケットで隠します。シングルブレストジャケット H&M、 こちらもね何色か展開がありますけれども、黒を着ております。ちょっとねウエストを上に上げてあの綺麗めに着るときはねあまり腰ばきになりすぎてもちょっと違うかなっていう感じですので、ジャケットはねもっとオーバーサイズのもの流行ってますけどね。そして違うジャケットに変えてみました。モダールブレンドリブトップスのままです。そしてテクスチャードブレザー、今青がないんですね。 S サイズ着用しておりますけれども、今現在あるのはね白とピンクですね。ピンクも綺麗な色ですけれども、なかなかねちょっと着こなしがハードかもしれません。バッグは雑貨ボックスさんが扱っていたオルネラのものですね。今回公式サイトオルネラ単独で新しくリリースされましたので、そちらの名称で左側には記載させていただいております。こちらもオルネラの公式ホームページからでしたら2割引きのクーポンが利用できるオープンセールやってると思います。コーデ3です。先ほどの上下にツイードのカラーボタンジャケット、雑貨ボックスさんのものを合わせております。これ私しばらくね愛用してるジャケットなんですが、顔写りがいいんですよね。すごくね白ですからね。で、カーゴパンツはカジュアルになりすぎるっていうところありますので、スニーカー合わせるスタイルもいいんですけれども、ちょっとねそれが怖いなという場合は、こういうふうにヒールを合わせてあげてもいいんじゃないかなと思います。足のね甲の部分ねちょっと抜け感を出してポインテッド等でもいいですし、これはまあプラットフォームですごい楽です。私ヒールはねあんまり最近履けなくなってるので、このプラットフォームは割と楽ですけど、ジーンのねワンサイズちょっと下げてもいいかもしれませんね。ちょっと大きめでした。コーデ4、ボートネックとろみインナー T シャツ、これは時々さんのものですね。後からねお見せしますけど、横に大きく開いた女らしいボートネックなんですよね。それと合わせて、そしてフェイクレザーダイダースジャケット、コカさんで買って前回の動画でもご紹介いたしました。そしてね今回のオルネラさんのバッグですね。これお財布機能がありますからね、カード8枚も入れられてね、もうまさにお財布です。後ろはねカードはまたねパスとかも入れられるようになってます。ボートネック T シャツはねすごく女らしい形です。おすすめですよ。そして先日買いましたスクエアバックルホールレスベルト990円、これね3色買ったんです。ダークブラウンとこの色と黒ですね。すごく便利だと思います。いかがだったでしょうか。カーゴパンツ生地感はね、カジュアルなんですけれども大人っぽく着こなせるんじゃないかなと思います。そしてオルネラさんのバッグ2割引きのクーポンが出てる間にぜひぜひホームページ覗いてください。概要欄に全てリンクを貼っておきますので、いつものようにそこから飛んでくださいね。ではまたねー。